猫屋敷。にょんすけさん、お尻お尻お尻、ちょ電波悪いね。にゃんすけさん、初期。にゃんすけさん、すけちゃん、みんなすけちゃんがね、いけなこすぎてビビっとるよ。じゃあおいでよ。涼しいけん、そこあるん？これ喋っても分かるんかね、みんな。電波大丈夫そう？
今日ね、新幹線もバスも止まっててビビった。かなりの遅延だから今日来れなかった人いるんじゃない、昼公演とかだったら。え、2期生のライブ、あくび見たよ今。あくび見たよ。スケちゃんあくびしたね。あくび見たよ。結婚しよう。だから電車の遅延を待って、ん？新幹線、悔しいけど新幹線代を払ってきました。他メンバーが来れなければ福ちゃんソロコン、他メンバーが来れない場合お客さんも来れないから中止になる。請求できないよ。崩した可愛いね、ありがとうございます。確かに2期生広島帰れたんだろうか。確かにスケちゃん風が来る件気になるね。そこね、文明の利器よ。すごいね、猫のために開発されたんよ。はぁ、ちょっと驚く、それは大変すぎる。今日はすき焼きをしてもらいました。すけちゃん、ピラ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 。あー、このすけちゃんが好きな布団アカリンが独り占めしよう。でも今日は五郎美ちゃんと熱いキッスを交わした。うん、ね、そこにね、
下にチュールがある、スキルの失敗したチュール。あ、スケちゃん来た、ハンガーが来た、スケちゃん見た、ほんと現金の男やね、かわいい。見て顔見て、ほらこのお姉ちゃんがくれたんよ、嬉しいやろ、優しいね、優しいね、見て顔見て、ほらこのお姉ちゃん優しい、好きやな、このお姉ちゃんのこと俺好きやな、見て、はい好きやね、おにゃんすけ戻るなよ、早いって、かわいい、シュキ、すごい、そっと開けて、そっと、ちょっとわらみがビビったやん、スケちゃん早い、コロミちゃんよ、あ今食べたやん、あんた早いよ、うん、かわいい、世界一かわいいね、ちょっと待って。わらび。わらび。コロミー、コロミー、ほらスケちゃんが全部食べるよ、
チュ。ごめんね、スケちゃん。スケちゃん、ちょっと待ってね。お姫様かわいい。ギルバトしてって言ってる。ちょっと待って。これめっちゃ可愛いね。夢これは。ギシギシが怖かったね。幸せ。ちょっと手洗ってきます。ギルバト終わっとるやん。悔しい。スケちゃん、ギルバト終わっとったよ。悔しい。
ミンゴラどこ？よいしょ。すごかったやろ。かわいい。橋本環奈。猫飼いたいね。しならべ大さんありがとう。こちらこそありがとう。いや本当ににゃんすけさんってなんかただ自分家の猫だから可愛いんじゃなくて、なんか本当になんだろうな、全猫の中で一番可愛いんですよ多分。それがすごいですよね。猫見せたいけど今下に行っちゃった。あげないよ。猫。ダメだ、電波悪すぎる。なんで現代日本でこんなに電波が悪い家があるんだろう。意味がわからない。猫ちゃん、あやカーニバル発見。もう電池つかないの？笑顔が止まらない、踊る心止まらない、動き出すよ君のもとへ、走れ走れ走れ、笑顔が
止まらない踊る心止まらない吹き出すよ君の元へ走れ走れ走れ。君も同じ電車で見るたびに疲れだろう僕の心中で大きくなっていた思い仕掛けることもできなくていつも何喋ってるふりで横目で見てた僕だけど見ごろ付き合って凛ごろと付き合いたいのに電波が悪い。聞くほど悪い電波。なんで配信始まったの分かったの？すごい。喋ってた？もしかして。
みんな待ちたて。危ないよ。尻尾がドキンちゃんの角みたいでしょ。アシュリープリティやな。え、かわいい。尻尾見えとるよ。スケちゃん尻尾見えとる。ヤスケさん。ごめん。どういう気持ちなんかね。
ちゃん。スケちゃん付き合って。スケちゃん結婚して。嬉しい。ごめんね、お尻ばっか映すけんや。長長、怒られるよ、それ引っ張ったら。怒られるよ。かっこいい、かっこいい、ひゅー、天才猫。涼しいね、そこが一番。一番涼しいよね、そこが。一番高いけん、俺が一番偉いっていう気持ちになるよね。かっこいい。1位よ。スケちゃんが1位。もう、うちの霧ヶ峰真っ黄色すぎて、スケちゃんの方が白いわ。たてがみがかっこいい。すごい、たてがみ。たてがみすごい。スケちゃんかっこいいね。アイドル写真あるよ。そこの上は全部眉毛。あ、一個落ちてるね。眉毛の東京デートのやつ。
お、なんか増えてますね。これは STU だね。あ、ニャンスケだ。まあ、あの辺はね、猫に破られてビリビリですわ。申し訳ないけど。スケちゃん大好きだよ。はあ、疲れた。さっきさ、携帯が熱くなりすぎてさ、なんか初めてさ、高温注意みたいなのが出た。寒っ。なんか変わった。スケちゃん大好き。よいしょ。天井とかあんの？電波悪いと熱くなる。多分電波探すのに熱くなるんだろうね。部屋の中、もうね、うちの子供部屋はね、倉庫です。なんかいろいろ詰め込まれてる。明日は香川でサングラスデイズツアーですよ。楽しみですね。ニコ生と、なんだっけ、
STU チャンネル。とにこだまって一緒。別かな。仲間だけど別領域。なるほど。まだ綺麗だね、ありがとう。疲れんこ。なんか明日から物販で新しくサングラス出るみたいですよ。サンプル一回見たけどなんかおもろかった。サングラスいいでしょ。サングラス何かティフでもらえるやつみたいな感じ。サングラス最初から売ればよかったのに。そうなんよ、最初からね。ちょっと謎ですよね、もともと3回しかないのに。もう一回リンク。どうやって帰ったって。ね、匍匐前進って帰ったよ。一般道一般道。マリンは動いてたから、まあ普通にマリンできましたけど。明日来る人は自分の想定より早めに動いた方がいいですよ。なんか結構止まってたんで、いろいろ電車とか。
ばんは。気をつけてね。スケちゃん、落ちよるよ、お尻が。間に合わなかった人も結構いたみたい。そうなんだ。それ、返金してほしいよね。どうしようもないか。早めに行っとき、早めに行ってうどんでも食べとき。あ、でも日曜やけうどん屋全然やってないかも。チェーン店しかやってないかも。商店街のうどん屋はほぼやってない。メリケン屋は多分やってるけど。確かにお盆だしお店全然やってなさそう。四国水族館とかやってるんじゃない。ちょっと遠いけど。今日ギルバットせっかく言ってくれたのに終わってたの痛いな。丸亀城行ってみたい。いいじゃん。夕飯食べたよ。すき焼き、うどん入れて。まあね、香川に来ちゃえば雨はそんなひどくないんですけど、香川に来るまでだよね、その他県の人が。西日本で唯一香川で警報出てない。香川そういうとこあるんですよ。学生の時はもう香川だけ守られてて。すごかった。確かに。
サメロダムの貯水率 100%、 それは朗報。あかんやつ、溢れてるってこと？見て。やばい、うどんが食べたい。ママ？ママ？うどんが食べたい。うん、お腹すいた。うどんにいける？何を入れる？何でもいい。えのき以外。えのき以外。しめじや。野菜少なめ。日の出？じゃ。すけちゃん、ママがうどん作るってよ。よいしょ。注文ができた。ちょっと携帯の置き方考えないと。電波悪くて画質悪いと信じて、これで画質良かったら大当たなんだが、画質ガビガビですよね。愛してる。新幹線止まらないでくれ。いやマジでそれな。顔がベタつくから粉だけのせよう。熱い。あ、すごいことになっちゃった。男の人も顔がベタつく人はこういうふうに透明の粉だけのせるとサラサラになっておすすめ。2時間遅れて高松到着。ありゃ、よっぽどやね。
私も今日行きたかったのに行きます行く気満々で行きますって言ったら、フェストハレは見る関係者エリアがないので無理ですって言われて、ファンの人と一緒の中でもいいですって言ったら、それはダメですいいじゃんね、一緒に見たかった、みんなと2期のオタクしたかったのにな。サンポートなら見れそうやなって、サンポートは縁じゃないよ、サンポート関係者席から見よったら事故よ、え？こんな Wi-Fi ダメなんだろう。明日会場付近におすすめのうどん屋さんありますか？明日日曜だからさ、チェーン店しか開いてないと思うんだよね。あとお盆だし、メリケン屋とかは多分やってるけど、駅前のおすすめだよ。私ももう去年までアンバサダーやってたし、おすすめだけど、本当にメリケン屋とかかな、チェーン店はギリ開いてるけど、日曜かつお盆っていうので多分開いてないと思う。うどん屋さん調べて行っても、だから空いてるとこ見つけたらラッキーと思って、そこは入った方がいいかも。香川にはいっぱいうどん屋あるから全然歩けば見つかるさって言ってあげたいけど、多分明日は見つからん関屋からうどん届いた。あ、いいな。食べログ見たけど迷っちゃって。そう、食べログとかにね、めっちゃ美味しいのいっぱい載ってるから行ってほしいんだけどね、多分明日はしんどいと思うな。ごめん、もし行くんだったら電話してから確認した方がいいかもしれないです。あと製麺所系は結構早めに行かないと麺がないなくなる。でも製麺所系やってない気がする、お盆ちょっと私もうどん屋明日会場入りする前に行きたいなと思ってたけど、なんかよく考えたら会場近くのうどん屋さん本当空いてないくねと思って、でミリケン屋だったらなんかファンの人とすっぴんで鉢合わせたくないしと思って、ってなって、有名どころほど連休取りがちだからね、こういう時。私コロナ禍で観光客の人が減ってるから、
お盆頑張って開けようっていうお店も少ないんじゃないかな。どうだろう。え、これてか言ってとか言ってメリゲン屋開いてなかったらごめんね。今日メリゲン屋いた人いる？香川で。なんか私この前メリケン屋行った時さ、コロナでさ閉まってたんだよね、時間制限みたいなんで。だからちょっと時間も気をつけて、ネットのやつ信じない方がいいかも。 Google で調べて行くと閉まってる可能性あります。あ、行きました。あ、よかった。メリケン屋は開いてるっぽい。駅ビルのとこ開いてた。あ、駅ビルが開いてるんだ。せっかくね、旅行っていうか遠出遠征したらね、その土地のもの食べたいしね。え、もう11時半か。ネックうどんとか言ったな。夜もスタンド8時までしかやってないの？香川でもそうなんだ。マジか。玉屋開いてた？玉屋いいよね、街中。そっか、今日フェスタファンだったからみんな街にいたのか。雨しのげるし。宮崎さん寝てるね、完全に。クーラーの風がガンガン見当たるとこで寝てる。クーラーちょっと寒いけど、にゃんすけさんが気持ちよさそうにしてるからちょっと切れない。グロイミフィアちょっとわかんないですね、どこにいらっしゃるのか。ニャンニャン言ってますわ。スケちゃんはノルウェーの猫だからね、毛がいっぱいあるから。香川なんでカホダルとコマセ連れてきました。明日これでリハーサルする。うん、これで寝てこのまま会場行く。かわいいっしょ。ママさんこの赤だよというかなわけ。ありがとう。配信中。おお、猫にしたん。よいしょ。うわ、なんか一角の箸なんですけど。スケちゃんチュール来たよ。いただきます。熱っ。いててて、
じゃーん、すげえ具が入ってる。しかもこの天かすはうどん屋さんで買った天かす。いたたた、熱熱。具はお猫型人参、水、葉っぱ、豚肉、ごま、天かす、卵です。いただきます。しかも日の出製麺所の麺。そう、ミラドありがとう。ミラボありがとう。うん、めっちゃミラボ来た。ありがとう。なんかにぎやか。ありがとう、メラボ。明日頑張ろう。ミラボとうどんパワー。夜食っていいね。ありがとう、ありがとう。
わあ。こっちにゃん。何？猫の唾液の匂いゲット。猫の唾液の匂い。草。はい。猫の唾液の匂い草。最高。にゃすけさん結婚して中起きました。猫やろう。満足だね。ダメだ。画面に映る自分が無理すぎる。
ケさんが可愛すぎて。ごめんね、起こして戻すね、元の場所に。みんなじゃあ一足お先にバイバイ、おやすみ。ごめんね、スケちゃん起こして。大好きだよ、愛してるよ。スケちゃんみんながおやすみ。スケちゃん世界一大好きだよ。本当にかっこよくてライオンさんかと思った。たてがみが綺麗すぎて銅像にしたい。にゃんすけさん一生愛します。にゃんすけさんのためならえんやこらって言ってるよ、みんなが。よかったね。また高音注意報になった。携帯が多分電波が拾えなくてあんまり焦ってんだろうね、スマホちゃんも。ねえにゃんすけさん、これで歌唱力出ようかな。池田ちゃんに聞いてもらおうかな、どうかな。スケちゃんいつ結婚する？いつにする？結婚するの。
ごめん。天才おててです。スケちゃん1位だよ。スケちゃんがこの世の中の可愛さで。おめでとう、スケちゃんが1位だよ。地球の中で1位。ごめんね、蹴飛ばしたね、はあ、どうでしたか、世界一の猫どうでしたか。自分の名前に脳内変化して、シュキシュキやろ。なんかすごいよね、なんか地球でさ一番可愛い生き物がさ福田家におるっていうのがなんか笑える。ね、ちょっとミスっとるよね、スケちゃん。来る家間違ってるんですけど、若干そこがまたいいところですよね。スケちゃん大好きだよ。あとでまたチュールあげるね、出演してくれたお礼に。ありがとう、スケちゃん。なんか不自由なことがあったら言ってね、何でも買ってあげるから。それはもう優しい眼差しを。めっちゃアイシャドウ塗りたくなる目じゃない。めっちゃここにキラキラとかのせてさ、なんかツヤーンってさせたくなるよね。下まつげなさすぎる。見て、下まつげ全然ないの。ほら、こんなに下まつげない人いるってぐらい下まつげがない。
かなぴつるっとしてる。もともとないよ。だから下まつげがいっぱいある子うらやましいの。それだけでさ、目がさちょっと垂れ目に見えるというか下に拡張されて見えるからさ可愛く見えるじゃん。うまやまひいんです。松葉、下まつげの松葉し、なんとかなりますかねって言ってしたことあるけど、サロンのお姉さんにすいません下まつげ頑張ったんですけど本当にカールをつけれなくて、カールをつけるほど毛がなくてっていう、すっげえ謝られました。サロンのプロのお姉さんでも諦めるぐらい下まつげがなくて何でも諦めてるんですけどね。松葉ってここになんか型みたいなのいて、ノリみたいなのでこうやってまつげを上に上げてでパーマをつけるんですけど、下まつげにこうロットを置いて巻きつける毛がなかったんですよ。ロットを置いたらもう終了みたいな、その巻きつける土台の方がの厚みの方が私のまつげの長さより長くて巻きつける毛がなかったんですよ私の目にそれでとっても悲しかったです。マジでドンマイって感じでした。本当になんか毛量が少ないんですけど全身だけど、それって結構自分的には嬉しいんですけど、まつげだけは本当に許せないかといってつけまをする 技術力もないし、化粧の悩みどころです。そうそう、産毛のちょっと濃いやつみたいなのしか生えてないから、本当にないんですよ。もう目の下産毛しか生えてない。そう、美人はね濃い、そうなんですよ。顔が濃ければさ、なんかパキッとしてたら美人に見えるじゃないですか。もう完全に薄いからな まつげが欲しい今日この頃でございます。というわけでランキング読みます。徳王ありがとう。金持先生、福ちゃんの分のチュールなくなっちゃったね。じゃあチュール大量に買ってきて猫の前でむさぼり食うか。近いし、ありがとう。かな分、ありがとう。チロ希望山脈、明日の公演昼夜楽しませてもらいます。明日もよろしくね。お、ワクワクですね。どうも、にょんつっけさん、にょんつっけさん、青にやし、ゲット屋敷ありがとう。今日四国水族館行ってきた。おお、福ちゃんに似た絵いたの。散歩と楽しみましょう。ひろふみ、高松の公園セットレス楽しみだな。全力で応援するからね。ありがとう。じゃあこちらも全力で歌います。なっかー、ありがとう。アールアップ、福ちゃんが岡山通過するたび敬礼をするので、まずは
かがわ公園頑張ってる、ありがとう、敬礼してくれてんの。第明日のかがわ公園昼夜行きます、思う存分福ちゃんを堪能するよ、私しか見ないでね。ぶーちゃん、七並べ大佐ありがとうね、ありがとう、明日は2回とも広報席やけど楽しむ、応援しとるよ、癒しの猫ナイト、猫と一緒に寝れるだけでもう興奮してきた。プリズム、本日誕生日、プリズムハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアプリズム、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。というわけで皆さんギフトコメントありがとうございます。ちょっと電波悪かったり携帯が熱くなったりでちょっと今日バタバタですいません。実家はでもちょっとゆるゆるで許してください。というわけで私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。おにわすと福田は瀬戸内、サンドの飯はどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。明日は夜配信できないと思うので、多分、まあ、できないか、できないので朝朝配信を起きれたらします。起きれなかったら起きれなかったんだなって思ってください。12時までになかったら起きれなかったと思ってください、はい、頑張って起きますけど朝配信ができたらしたいと思います。夜は配信なしとかできないです、やりたいけど、まあ、雨がね結構全国的にひどいみたいなので皆さん命に第一優先で、まあ、ライブに来る人はライブも大事だけどね、ちょっとまあいろいろ考えながらお互い元気で会いましょう。明日はコンサート頑張ります。香川凱旋楽しみです。お疲れんこ、おやすみみずみです。また明日ね、ありがとうございました、バイバイ、ねんにゃん、見てくれてありがとう、またね、バイバーイ、楽しかったです、にゃん、スケちゃんもありがとう、にゃー。